クリップ動管要素と仮動管それぞれの連結部もきず。動管要素の間は先行を介して連続している。仮動管の間は壁口を通じて通動している。勝部属の根の遺憾束横断面。細胞壁が赤く染色された大きな細胞が動管要素。動管は感情の細胞が縦に繋がってできた組織であり、 皮子植物において、木部の主要な構成要素となっている。導管要素は上下端で互いにつながり、その隔壁にある穴を通して、水や無機養分が、通しるべする。ほとんどのシダ植物やラッシュ植物は導管を持たず、仮導管からなる、仮導管組織がその役割を担っている。仮導管の両端は尖り、先行はない。仮銅管同士は、 側面で接し、細胞壁の薄い部分を通して、水や無機養分が通動する。仮銅管は、水の通動の他に、植物体を物理的に支持する役割も担っている。銅管要素や、仮銅管は、感情要素と呼ばれ、いずれもリグニンを含む、厚い二次細胞壁を持つ、死んだ細胞である。リグニンを含む厚い細胞壁は、感情要素に、 機械的強度を付与するとともに、素水性であるため感情要素から、水が漏出することを防ぐ。感情要素を通して通道する、無機用分を含む水は、導管液と呼ばれる。奈良の材の操作型電子顕微鏡像と横断面。太い円筒形の空洞が導管。百合の貴族の材の縦断面。階段線行が見える。導管は、 円筒形の子細胞である、導管要素が縦に繋がってできている組織であり、おおよそ皮脂植物に特有の構造である。導管要素の細胞壁は二次飛行しており、一時、細胞壁の内側にリグニンを含む厚い二次細胞壁が存在する。導管要素は基本的に円筒形であり、仮導管に比べて太く短い傾向がある。上下の核壁は側壁に対して、 斜めのものからほぼ直角のものまである。この角壁は線膏板と呼ばれ、一多数の穴からなる線膏が開いている。導管要素同士は、線膏を介してつながっているため水の通道における抵抗が少なく、仮導管に比べて通道効率が高いと考えられている。線膏には、以下のようにいくつかのタイプが知られている。皮脂植物においては、階段線膏が、 祖先的な状態であり、単線口が派生的な状態であると考えられている。導管における水の通道は主に線口を通して縦方向に起こるが、仮導管と同様に側壁にある細胞壁が飛行していない部分を通した横方向の水の移動も起こる。個々の導管は独立した存在ではなく、互いに接触、接続してネットワークを形成している。 このような接触、接続においては、先行ではなく、壁光を介して繋がっている。横断面において、他の導管とは、離れて存在するものを、孤立観光、複数の導管が集合しているものを、複合観光という。また、複合観光のうち、導管が放射方向に集合したものを、放射複合観光、不規則に集合したものを集団観光という。 コロラドモミの仮道管組織の重断面。仮道管の間は、壁口で通道している。奈良の仮道管。松の仮道管組織横断面。やや右上に仮道管をつなぐ壁口が複数見える。松の仮道管組織重断面。左上側と右端中央に放射組織が見える。仮道管は、細長い防水系の死細胞であり。 導管と同様に一次細胞壁の内側にリグニンを含む厚い二次細胞壁が形成されて二次飛行しているが導管のような線香を持たない一般的に導管要素より細長く直径は5から100メートルほどである仮銅管同士は側壁で接しており二次細胞壁が形成されていない部分を通して無機オーブ分を含む水が通動する 細胞壁が二次飛行せず一次細胞壁のみの部分が穴状に残ったものは壁光と呼ばれる。多数の仮導管が集まって仮導管組織を形成している。休下類の二次木部では軸方向に並んだ他の仮導管とは直角に放射方向に配行した仮導管が存在することがあり放射仮導管と呼ばれる。放射仮銅管は 放射柔ら組織とともに放射組織を形成している。また二次目部において、一つの資源細胞から生じて、横面分裂し、短い細胞列となった導管様の構造は、ストランドカリ導管と呼ばれる。ストランドカリ導管は、末端同士で結合しているが、導管とは異なり先行ではなく壁口でつながっている。導管を書く、皮脂植物のカリ導管は、 非常に長いが、一般的な皮脂植物の仮銅管は短く、小型のウエンヘキコを持つ。また特殊な仮銅管としては、銅管状仮銅管や、周囲仮銅管がある。銅管束の中に混在し、先行角が、ウエンヘキコが発達し、通水能を持つものは、銅管状仮銅管と呼ばれる。これに似るが、 孤立した銅管に付随し、分岐など複雑な形をしたものは、周囲狩銅管と呼ばれる。さらに、キベ繊維的な特徴を持つものとして、繊維狩銅管があり、ウエンヘキッコーではなく単ヘキッコーを持つ。これらのカリ銅管は、キベ繊維として扱われることもあるが、カリ銅管とキベ繊維の明瞭な区分は、不可能であると考えられている。また、シダ植物では、 銅管のように斜めになった隔壁でつながった仮銅管が見られ、これも銅管状仮銅管と呼ばれる。仮銅管組織は水の通道とともに植物体を機械的に支持する働きも担っている。銅管を持つ植物では組織による機能分化が見られ、水の通道は銅管が機械的支持はキベ繊維組織がこれを担っている。仮銅管は 基本的にすべての遺憾多抜植物に存在する。仮導管は細く、なおかつ一時細胞壁を通して、水が通導するため抵抗が大きく、導管要素に比べて、通導効率は低い。しかし、仮導管の方が有利となる条件も存在する。水の凍結、誘拐などによって、環状要素内に気泡ができた場合、導管要素は大きな穴を通じて、 縦につながっているため、水中が切断されてしまい、水が通動できなくなる。一方で、仮導管組織では、気泡はかく仮導管に止まるため、水の通動は切断されにくい。亜鉱山体や亜幹体では、導管を持つ、皮脂植物ではなく仮導管のみを持つ、旧化類が優先しているが、このような仮導管組織の性質がその理由の一つで、あると考えられている。 カボチャ族の茎の重断面。関門道管が見える。トウモロコシの茎の重断面。中央付近に開門道管が見える。ニンニクガラシの茎の重断面。上部に螺旋門道管。下部に穴門道管が見える。導管要素や仮道管は、発生過程で細胞壁に二次細胞壁が付加されて飛行する。 ただし全体が一様に飛行するわけではなく、以下のような多様な飛行様式がある。アナモン飛行などで、多くの部分が飛行し、飛行していない部分が狭く取り残された部分は、壁工と呼ばれる。仮導管においては、主に壁工を通じて、水が通動する。超短分裂組織に由来する前傾清掃から、最初に作られる木部の環状要素は、 カンモニ飛行や螺旋モニ飛行を持つものが多い。ただし、原生木部は、植物体の成長によって引き伸ばされるため、飛行感が間延びし、機能を失うこともある。一方、原生木部の成熟後に形成される木部の、環状要素は、カイモン、アミモン、または、アナモニ飛行を持つものが多い。また、イカンタバ形成層に由来する二次木部の環状要素は、 普通肛門飛行を持つ。感情要素は、茎や根の長短分裂組織に由来する全形成層、または、側部分裂組織である、ンタ束形成層から形成される。このような細胞は拡大、伸長することで分化を始める。これらの細胞は、最初は一時細胞壁のみで囲まれている。一時細胞壁のセルロースミクロフィブリルは、比較的荒であるため、 細胞の拡大、伸長を可能にしている。やがて細胞の拡大、伸長が停止、または一定の大きさに達すると、一次細胞壁の内側に厚い二次細胞壁を形成する。一次細胞壁に比べて、二次細胞壁では、セルロースミクロフィブリルの密度が高く、またセルロースミクロフィブリルが、お互いにほぼ平行に配合している。 このセルロースミクロフィブリルの全体の廃校は厚い二次細胞壁の内装から外装にかけて変化しており普通複数の層構造を示すこのようなセルロースミクロフィブリルの廃校には細胞骨格系の表層微小管の廃校が関与していることが知られているまたこのような表層微小管は二次細胞壁の飛行パターンにも関係しており 例えば、螺旋門飛行を持つ、発生中の環状要素では、表層微小管も螺旋状に配光している。壁口の部分は二次細胞壁が形成されないことで、形成されるが、そこにも、表層微小管が関わっている。同管要素の場合、二次壁形成の最終段階で、細胞両端の核壁となっている部分で、細胞壁の分解が起こり、線膏が形成される。 また二次壁の形成へと並行して環状要素の細胞壁にはリグニンの沈着が起こる。細胞壁におけるリグニンの沈着は目下と呼ばれる。一次目部の環状要素では二次細胞壁から目下するが二次目部の環状要素では中央一次細胞壁、二次細胞壁の順で目下する。最終的にプログラム細胞視することで 導管要素は完成する。細胞内の液胞が崩壊して、酵素などが放出され、これによって他の細胞小器官が分解されると考えられている。このような感情要素の分化には、VND ファミリーと呼ばれる転写因子が関わっていることが明らかとなっている。また導管に分化する細胞は、ザイロジェンと呼ばれる、同タンパク質を分泌し、これが、 周囲の細胞が同感になることを誘導することが知られている。完成した感情要素は死細胞ではあるが永続的に機能しているわけではない。気元においては20年ほど機能しているものもあるが1年しか機能しないものもある。古くなったり障害を受けた感情要素は隣接する柔ら組織から形成された治療水やゴム質によって閉塞される。 チロースは隣接する、柔ら細胞が壁光を通して侵入し拡大成長、細胞壁が飛行したものである。ゴム質は多糖類からなり、時にポリフェノールを含む。チロースなどによって充填された、感情要素は、物理的支持力を増す。木部輸送の仕組み。1、蒸散によって生じた張力、および根圧によって、水が吸収される。2、同感。 カリ管組織中の水は、水素結合によって、壁に付着、凝集して、水中を形成し、張力によって引き上げられる。3. 気候からの蒸散によって張力が生じ、導管、カリ管組織中の水を吸い上げる。溶塩から排水しているイチゴ。イカンタバ植物は、普通根によって土壌から水を吸収し、茎を通して、葉の隅々にまで輸送する。 この輸送の通路となるのが、導管や仮導管組織である。このような環状要素を通した輸送は、規米輸送と呼ばれる。イカンタバ植物の中には高さ100メートル以上に達するものもいるが、基本的に自身のエネルギーを使わずにその高さまで水を引き上げている。この輸送速度は、拡散や濃度輸送よりも、はるかに速く、時速45メートルに達することもある。 輸送される水は、導管液と呼ばれ、土壌から吸収した硝酸イオンやカリウムイオンなど無機養分を含んでいる。また、導管液の中には、アミノ酸や有機酸、糖などの有機物も含まれることがあり、さらに植物ホルモンであるサイトカイニンなども含まれる。導管液は、主に植物体の上部から吸い上げる力によって極めて高い場所まで、速やかに運ばれる。 この力は、主に開口した気候から、水が蒸発することによって生じる。気候から、水が蒸散すると、植物体内の空気水境界面で負の圧力が、生じ、付近にある、カンタ束の導管や、仮導管組織から水を吸い上げる。高さ100メートルにある日中の時間では、この張力は60から80気圧の負圧にも達する。またこの力に耐えるため、 導管要素や仮導管はリグニンを含む強固な細胞壁を持つ。水分子は水素結合によって凝集するため強い張力で吸い上げられても導管液は途切れることなく根から引き上げられる。だから導管液の水柱が気泡で切断されると導管液は輸送できなくなる。この現象を側線またはキャビテーションという切り花を長持ちさせるために 水中で茎を切ると良いとされるのは、銅管などに気泡ができないからである。また同じく水素結合によって、水分子は浸水性の細胞壁成分に付着し、これによって重力による下向きの引力を相殺する。このような乗算を駆動力とする、水の流れは乗算流と呼ばれ、またこの仕組みは体積流とも呼ばれる。乗算流による輸送は、 基本的に受動的であるが、植物は気候の開閉を通じて、これをコントロールしている。また、導管液の輸送には、根から押し上げる力が関わることもある。根は、無機養分を吸収し、これを、遺憾束へ送る。根において、遺憾束は、内皮で囲まれているため、これら無機養分の漏出を防ぐことができる。 その結果、イカンタバ内の水ポテンシャルが低下するため、イカンタバ内へ水が流入し、これによって導管液を押し上げる力が生じる。この力を根圧という、早朝に肺炎から水が排出されていることがあるが、これは蒸散量以上の水が根圧によって供給されたためである。またヘチマ水のように切った茎から液体が溢れ出るのも、 混圧によってである。ただし蒸散による力に比べて、混圧による動管液の上昇に対する寄与はわずかであり、混圧を生じない植物もいる。水中の切断などが起こった場合、これを解消するのに混圧が有用であると考えられている。線類の形の横断面。ハイドロイドからなる中心束が見える。苔植物は遺憾束を持たず、 感情要素も存在しないが、杉ゴケ科などは、ハイドロイドと呼ばれる仮銅管に似た細胞を持つ。ハイドロイドは、細長い防水系の細胞であり、茎の中心に集まって、中心束と呼ばれる通水組織を形成している。ハイドロイドは、発生する過程で、プログラム細胞子を起こして、原型質を失うが、この過程には、銅管要素の発生過程における、 プログラム細胞種で働く遺伝子と相同な遺伝子が機能していることが報告されている。ただしハイドロイドは細胞壁に二次飛行をかき、リグニンも存在しない。ゼニカンタバ植物であるアグラオフィトン属の復元図。リニア属の茎の横断面。中心にカリドウ管を含む木部が見える。シルルキからレボンキにかけての化石植物であるホルネオフィトン属や、 アグラオフィトン族などは、イカンタバ植物につながる植物であると考えられており、以前は初期のイカンタバ植物として扱われていた。しかし、これらの植物体に存在するイカンタバ様の構造には、カリドウカンが存在せず、仙類の中心タバのような構造であることが明らかとなっている。そのため現在では、これらの植物はイカンタバ植物には含めず、 全イカンタバ植物と呼ばれる。これらに似た植物であるリニア族は二次飛行した細胞を含むイカンタバを持ち、イカンタバ植物に含められる。ただしこの細胞は、原生のイカンタバ植物の仮銅管とは異なる二次飛行様式を示すため、新生イカンタバ植物には含めない。無銅管皮子植物であるオンボレラトリカポダ銅管を持つラシ植物である。 クネモン原生のすべての遺憾束植物は基本的に仮道管を持つ。仮道管組織は通道組織として水及び無機養分を植物体全体に行き渡らせる通路となり、また仮道管組織は厚く木化した細長い仮道管が密な束となっているため支持組織ともなり大きな植物体を支えることができるようになった。さらに、皮脂植物では 仮導管組織が担っていた二つの機能を分業するようになり、水を呼び、無機養分を、通道は導管によって、機械的な指示は、キベ繊維組織によって担われるようになった。それぞれの組織を構成する細胞は、仮導管から、それぞれの機能に適した形態に変化していった。導管はより効率的な通水のために先行を獲得し、また直径も太くなった。 木蓮科など皮脂植物の中でも、初期分岐群は、仮導管によく似た、導管要素を持つことが多い。このような導管要素は細長く、両端が斜めになって尖っており、多数の帯状の穴が平行に並んだ、階段線香を持つ。一方、木ベセミは、仮導管に比べて、細長くなり、細胞壁が、より飛行、通道機能を失っていった。 皮脂植物においても仮銅管は残っているが、蒸気のような機能は主に銅管要素とキベセニーが、になっている。ただし、皮脂植物の中には、銅管要素を持たないものもいる。アンボレラか、四季見もどきか、山車か、様々な水生植物などは銅管を持たず、このような皮脂植物は無銅管皮脂植物と呼ばれる。中間的なものも存在し、ハスの根には、 銅管が存在するが、茎には存在しない。線量は基本的に銅管を欠くが、時に線香が形成され、銅管を持つことがある。アンボレラ科は原生皮脂植物の中で最も初期に他と分かれた植物であり、これが銅管を持たないということは、原生皮脂植物の共通祖先が銅管を持っていなかったことを示唆している。また、 皮脂植物の中でも、同感は、複数回独立に獲得、または、複数回独立に結出したと考えられている。また、皮脂植物以外のイカンタバ植物の中にも、岩ヒバ属、トクサ属、ワラビ、グネツムズなどのように同感を持つものがごく少数であるが、知られている。皮脂植物を含めて、これら同感を持つ植物は互いに遠道区。 独立に同感を獲得したと考えられている。ありがとうございます。